これがもうずっと心に残りましたね。助けなかったいうことが、ああ私は卑怯だったなと思って、そこではそれからまだもういっぺん卑怯なことがあるんです。当日は建物疎開ということで、釣り橋への西詰めで集合いうことだったわけなんですね。で、それで行って、で8時から朝礼というのがありまして、4列渋滞で北向きで並んだった。8時から朝礼を受けておりましたら、ピカッと、あとピカドンいう言葉も知りましたが、バーッとその近所へ爆弾ごっちゃいうような瞬間に分かりました。バーンと。で、みんな飛び込めいう命令が下って、そこへ川へみんな飛び込みました。でも泳ぐわけにいかんし、首だけ使って、首だけ開けて、上上げて、ずっと何が起こったかからん。とにかく我々のところへ爆弾が落ちたばっかり思って、使ったわけなんです。そうしたらだんだんと、真っ暗だった。原子雲とかなんとかいうのは私なんかは全然知らなかった。その幕の煙の中におったからでしょうね。全然もう真っ暗闇に近いようなんですが、だんだんと顔が、隣へおる人も顔が分かって、でどうなったんだろうか、この近所に爆弾が落ちたんだなということは直感的にみんな思っておる。でも怪我をしとる人は一人もいなかったんですよ、その時に。そうやってこうやっとってもダメだから言うんで、あれでも20分も使っとらなかったと思うんですが、みんなぞろぞろと歩いて出たら、ずっと皮膚が抜けて、こうだらんと落ちておるんですよね、その友達なんか。あんた、やけどは血なんか流れとらんのに、皮膚がずるっとなっとるぞ、言って。加藤、お前も皮膚が垂れとるぞ、言うから、こう手を置いたらずるっとこう抜けたんですね。これはびっくりしましたね。で、手を見たら、手の方も半身こちらでしたから、左側、服も破れておりまして、右側はどうもない。で、顔も後から分かったんですが、麻痺が全然なくなって、帽子をかぶっておりましたが、この下は全部つるっと剥げとって、もうここでと現地解散、すぐ家に帰れ言って、工場の人が言いましたんで、で出席も取って出席、あの頃は真面目なもんで、出席を取って誰かが取ってくれ言っても、誰もそういうことをするもんもおらなかったし、で「わしの顔を覚えておいてくれよ、ここへ出席したんじゃからな」いう、その程度のぐらいの簡単なことでしたよね。もうここが木の橋だったわけなんですね、鶴見橋いう橋が。でその木の橋へと、その鉄じゃない、コンクリートの中へちょっと隙間があったんだろうと思うんですよね。ここ渡ってこっち帰ろう。足が挟まって動けなくなった友達がおったんですよ。ちょっと靴が挟んでね。だからこう大したことじゃないんですが、誰か引っ張ってくれてもどうしようもなかった。で見よるで先生もいない、誰もいないし、見よってこう抜いても足が抜けない。私も心ならずも、これがもうずっと心に残りましたね。助けなかったいうことが。そうしたら後から聞いて、あれはなんか友達がやっぱり引っ張り上げて帰ったいうのを後から聞いて、ああ私は卑怯だったなと思って、そこではそれからまだもういっぺん卑怯なことがあるんです。私は元気だったから、やけどはしとるんですけど、ずっと歩いて、みんなここが肘山でこう歩いて帰りましたら、途中で木がまだ燃えてないんです。ここは燃えてない、こっち側から燃えるわけですから、燃えてないのにダサッと家がそのまんま、屋根も何もブチャッとそのまま潰れた家がずっとここを並んどるわけですね。ここの海岸、川岸の家がですね、ガチャッと平屋がこうみんなこう潰れとるんで、下からゴト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 音がするんです。あ、そこへ人おるな思って、おい言うて言うたら、なんか声がしなかったんで、ガタゴト音がするから、あ、ここ人おるわ思って、
助けてくれるような気配だったから思って瓦を一二枚のけたんですが、大きな大木が木の柱なんかずっとやって、ほうたらこっちの方からどんどん燃えてくるわけなんですよね。で私は知らぬうちに誰か助けようと、みんな黙ってこうどんどん逃げるんです。私もこれがね、帰ってからもう心にずっと残りましたね。そういう思いをしてここまで歩いて広島駅まで、ここ全然まだ燃えてなかったです。広島駅へ行ってももう広島駅も屋根も何もみんな落ちてガチャッとなっておりましたが、燃えてはいなかったです。でここの構内を通ってこの裏へ東連兵場いうて兵隊の連兵場があったわけで、そこまで行って、そうするとそのこっちへ東照宮があって、東照宮の方に行くと木も燃えてないし、でそこでまあちょっとそこまで一気に歩いていきましたね。途中水槽、水防火用水ですね、それの中へ頭を突っ込んで死んどるんか生きとるんか分からんけど水を飲むもんがおったし、ここまで来てここで一休みしておった、東照宮のところでですね。そうしたら雨がダーッと降りだしたんですね。そこでもう木も多少はここはまだ焼けておらんから、木は雨宿りなんか木の下の方をおったらもう服が泥がついたように真っ黒になるんですよね。あらこれは大事だ、普通の雨だったらただ濡れるだけど汚れがいっぱい出て、これがまあ黒い雨言うんですかね、それをザーッとかぶりましたよ。まあそれでもかぶっても足元も元気なし、まあ雨宿りして、そこでまあずっとこう歩いてこの中山峠、峠山ですね、それを通ってここのへさかいうとこがあるんですが、この太田川の上流にへさか、そこへ出ました。へさか小学校が、あそこへ行ったらみんな治療してもらえよるぞ言うから、まあとにかくへさか小学校まで歩いていこう思って、ずっとみんなもう一人じゃないからドロ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 みんなこうやってずっと歩いていったわけなんですね。でへさか小学校へ入ったらもうむしろが引いてあって、こうって行動で治療しとるいう話は聞いたんですが、もう行動へ行くどころじゃね、もうむしろが引いて、そこへもう死体とそれから病怪我人が、まあ、誰が病人か死体かわからんように絶対並んどって、私のように歩いて帰るのはいくら皮が剥けてこう自分じゃもう大変なことじゃ思うとるのに、もう治療してもらう血まで取らんのですからね、学校の講堂へ入ろうにももういっぱいしとこうって、もうこれはここでは治療できしてもらうどころじゃないぞと思って、ここへまで行ったら、私があったのをいつもよく乗っていました、私なんかがですね。で今日は私の船頭さんがいつもお金もらうんだけど、今日はもう市から命令でただでの、今日はただで乗せてくれるんですか、ありがとうございますというようなことで、こっちはもうここまで来ましたらね、ほっとしたいうのが、家がこうみんなこっちへおった時はもうガチャッとなっとるし燃えとるし、あうちは燃えとるかな思ったんですが、こう歩いて、まあここまで帰ったらもううちは燃えてない何が分かったからほっとしたわけなんです。でどんどん歩いて帰って、私の家にここのもうちょっと向こうの方ですが、そこへ家に帰った時が11時過ぎにはもう帰ったわけですね。 2時間ぐらいはここを歩いてずっと歩いて帰ったんですが、そこまでは元気だったんです。でよう歩いて帰ったな言って両親が喜んでくれたんですが、で